皆さんこんにちは。私たちは DAIGO健康アドバイザーとして活動しています。生活習慣病や介護予防のための食生活や運動を積極的に行えるように支援するボランティアとして健康教室などを実施しています。今年は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため自粛が続いており、体を動かす機会が減っている方も多いのではないでしょうか。今日は自宅で一緒にできる運動や脳トレをご紹介したいと思います。これよりもも裏伸ばし体操を行います。足の裏側の筋肉が柔らかくなり、腰の予防に腰痛の予防に効果的です。椅子に浅めに腰をかけ、片方の膝を伸ばし、もう片方の膝を曲げます。上体をゆっくりと前に倒し、太ももの裏を伸ばしながら3つ数えます。反対側も同じように行いましょう。まず右側から、よろしいでしょうか。はい、ゆっくりと手に手を乗せて指を合わせたままゆっくりと伸ばします。気持ちのいいところでキープして、そのまま3つ数えます。1、2、3。はい、ゆっくり元に戻します。もう片方の足を伸ばして、反対側も同じように行います。はい、ゆっくり伸ばしていきます。気持ちのいいところで止めてください。無理のなさらないように。はい、1、2、3。はい、ゆっくり元に戻します。この時目線はまっすぐ見て、お腹を太ももに近づけるようにすると効果的です。はい、ありがとうございます。では次の腰ひねり体操を行います。腰の筋肉が伸ばされ、腰痛の予防緩和につながります。椅子にしっかりと腰をかけ、背筋を伸ばして、両膝と両足をしっかりと合わせます。片側の手を反対側の膝の上に乗せて、後ろを見るようにゆっくりと上体をひねり3つ数えます。膝の手をしっかり持ったまま、はい、反対側の手を椅子の斜め後ろに持っていきます。はい、顔と同時に後ろを振り向きます。3つ数えます。1、2、3。はい、息を吐いて行いましょう。反対側も同じように行います。はい、膝のところに、膝の反対側に手を乗せて、反対側の手は椅子の後ろに持っていきます。斜め後ろに持っていきます。はい、顔も後ろの方に向けて、膝の手はしっかりと押さえてください。そのまま3つ数えます。1、2、3。はい、ゆっくり元に戻します。はい、ありがとうございます。では次につま先かかと上げ体操を行います。すねとふくらはぎの筋肉が強くなり、歩きやすくなります。椅子に腰をかけ、拳一つくらい膝と足を開きます。かかとを床につけたままつま先を上げます。次につま先を下ろしてかかとを上げます。リズミカルに上げ下げを行います。10回くらい繰り返してみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、もう一度行います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ありがとうございました。自分の体調に合わせて数回毎日繰り返すとよろしいでしょう。今日はこれで終わります。ありがとうございました。